衝撃ナンバーアンダーラインアイコンサートで見られた奇跡の瞬間とはファンが熱狂した驚きの演出売り切れ必至東京でのナンバーアンダーラインアイグッズ争奪戦ファンの熱狂と奇跡の瞬間東京の街がゆっくりと目覚める早朝太陽の光がレインボーブリッジに輝きを与え澄み切った空に虹がかかっていましたその美しい光景をバックに ファンたちは早くから有明に集まり始めました今日は待ちに待ったナンバーアンダーラインアイの2回目のコンサートの日です昨日の雨模様とは打って変わって今日はまさにイベント日より期待に胸を膨らませたファンたちがアイドルたちがステージに登場する瞬間を今か今かと待ちわびています東京の独特な魅力に引き込まれるように地方からも多くのファンが集まっていますゆりかもめに乗って アリアへと向かう道中お台場やレインボーブリッジの風景が窓越しに広がり東京に来たという実感を強く抱かせます特に初めて東京を訪れる人々にとってこの風景はまさに東京の象徴とも言えるでしょう会場に到着するとすでに長い列ができていましたグッズ売り場の前には神宮寺くんのうちわを手に入れようとするファンたちがあふれています ナンバーアンダーラインアイのアイドルたちはそのカリスマ性とパフォーマンスで多くの人々を魅了しており特に神宮寺くんは圧倒的な人気を誇っています彼の内輪を手にしたファンたちは彼の登場を待ちわびる気持ちを一層強めていますオープニングではリングの上に乗って登場するという驚きの演出がありましたこれはファンたちにとってまさに驚きと感動の瞬間でした ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスはただの音楽ライブにとどまらず視覚的にも楽しめるエンターテインメントショーとしての一面を持っていますオーケストラとのコラボレーションという意外な展開もあり観客を飽きさせることのない工夫が随所に見られましたコンサートが進むにつれファンたちの興奮はピークに達しますステージ上のアイドルたちはエネルギッシュなパフォーマンスとともに観客との一体感を作り出し 会場全体がが一つになって盛り上がり上ます若者たちは撮影可能な時間帯を狙って B リアルで自撮りを試みるなど SNS 上でも話題を集めていますライブ中の自撮りが話題になるのは間違いありません会場外ではライブに入れないけれどグッズだけを買いに来たファンも多く見られます東京駅からのバスは満杯で乗れなかった人々はタクシーを使って会場に向かうなど そのの熱意は凄ままじいものがあります特に T シャツが売り切れないか心配しながら並ぶファンたちの姿は印象的ですお姉さんたちと相席してタクシーで無事に着いたファンも目の前で T シャツが売り切れないようにと祈りながら列に並んでいました No.U.I. のコンサートはファンたちにとってただのエンターテインメントではありませんそれは彼らの情熱と愛情の表現の場でもあります ファン一人一人がアイドルたちとの特別なつながりを感じ、共に過ごす時間を大切にしています。ライブ終了後も、ファンたちはその余韻に浸りながら、次のコンサートへの期待を胸に抱いて帰路につきます。ナンバーアンダーライン愛のアイドルたちも、ファンたちの応援に感謝しながら、次のステージに向けてさらなる努力を続けています。彼らの成長と進化は、ファンたちにとっての大きな喜びであり、 その過程を共に歩むことができることに感謝しています。次回のコンサートではどのような驚きと感動が待っているのか、ファンたちの期待は高まるばかりです。アイドル文化が日本において大きな存在感を持つ理由は、その深いコミュニケーションと信頼関係にあります。ナンバーアンダーラインアイのコンサートはその象徴的な瞬間の一つであり、ファンとアイドルが共に作り上げる特別な空間です。 これからも続く彼らの物語に、私たちはどのように関わり、どのような感動を共有していくのでしょうか。次のコンサートが待ち遠しいですね。あなたは次のナンバーアンダーラインアイのコンサートに参加したいですかまた、あなたが特に印象に残ったコンサートのエピソードや、アイドルとの思い出は何ですかぜひ、コメントで教えてください。ナンバーアンダーラインアイのコンサートの話題は、 SNS 上上でも大きな盛り上がりがを見せています特に撮影可能な時間帯に自撮りをするファンたちの投稿は瞬く間に拡散され多くの共感と反響を呼んでいます若者たちがスマートフォンを手にライブの一瞬一瞬を捉えようとする姿はまさに現代のアイドル文化を象徴していますこれによりライブの熱気や興奮がリアルタイムで世界中に伝わり さらななるるファンを引き寄せる結果となっていま,すまた、グッズ売り場でのエピソードも多くの人々の心に残るものとなりました。東京駅からのバスに乗れず、タクシーで急いで会場に向かったファンたち。その途中で出会った他のファンと相席しながら、ライブへの期待と不安を共有する姿は、まさにファン同士の絆を感じさせます。目の前で T シャツが売り切れるかもしれないという緊張感の中、 無事に欲しいグッズを手に入れた時の喜びは計り知れません。こうした小さなエピソード一つ一つが、ファンたちの心に深く刻まれ、後々まで語り継がれることになります。コンサート後の余韻もまた、特別なものです。アイドルたちのパフォーマンスを間近で見たファンたちは、その感動と興奮を友人や SNS で共有し合います。ライブ終了後、カフェや居酒屋で語り合うファンたちの姿は、 まさに一つのコミュニティが形成されている瞬間です。彼らは次のコンサートへの期待や、新しい楽曲への思いを語り合い、また新たな絆を深めていきます。ナンバーアンダーラインアイのアイドルたちもまた、ファンとの交流を大切にしています。彼らはコンサートの後、SNS やファンクラブを通じて感謝のメッセージを送り、ファンとの距離を縮めています。こうした交流が、 アイドルとファンとの信頼関係を築き上げさらに強固なものにしていくのですファンたちは自分たちがアイドルの成長に寄り添い支えているという実感を得ることでさらに深い愛情を抱くようになりますこのようにナンバーアンダーラインアイのコンサートは単なる音楽イベントにとどまらず多くの人々にとって特別な意味を持つ瞬間となっています彼らのパフォーマンスや演出はもちろんのこと ファンとの交流やエピソードが一体となり、唯一無二の体験を作り上げています。このような体験を共有することで、ファンたちはアイドルとの特別な絆を感じ、その絆がさらに強まっていくのです。未来に向けて、ナンバーアンダーラインアイのアイドルたちはどのような新しい挑戦を見せてくれるのでしょうか。彼らの成長と進化を見守りながら、ファンたちは次のコンサートに向けて期待を膨らませています。 あなたもぜひ、次のコンサートに参加して、その特別な瞬間を共に体験してみてください。そして、あなたの心に残るエピソードや思い出を、ぜひ共有してください。それがまた、次の世代のファンたちにとっての大切な記憶となるのです。次のナンンバーーアダラインアイのコンサートでは、どのような新しいサプライズが待っているのか。彼らのパフォーマンスにどれほどの進化が見られるのか。 ファンたちの期待は高まる一方です。そして、その期待に応えるべく、アイドルたちは日々努力を重ねています。私たちはその努力の成果を目の当たりにし、共に感動を分かち合うことができるのです。あなたもこの感動の瞬間を見逃さないよう、ぜひ次のコンサートに足を運んでください。あなたにとって、アイドルとはどのような存在ですか 彼らのどのような側面に魅了されていますかぜひ、あなたの感じたことをコメントで教えてください。それがまた、新たなファンとのつながりを生むきっかけになるかもしれません。ファンとアイドル、そしてファン同士の絆が深まる瞬間を、共に作り上げていきましょう。